捨てられた公妃、星に、将来断罪される王太子の婚約者である貴族のメスが主人公の断罪令状シナリオ。封建制度で次期王太子の皇女として教育を受けて育った封建制度というシステムに足の先から頭のてっぺんまでバッチリインスコされた皇女。ここに異世界から現代日本の JK が転移したことで、原始的な国家であるその国は、やっべえ、この JK こそ予言のメスだわということで、主人公の元皇女は側室に降格してジパングの JK が王太子の第一夫人になるというシナリオ。封建制度というのは緩い独裁国家みたいなもので、やっていることや社会システムは共産主義と対して変わりないので。ここから、私の席を奪われたとか、JK が歩み寄りを見せてコミュニケーションを試みても、貴族は親しい間柄でしか名前を呼んだりしないとかお前第一夫人のくせになんて貴族の仕事しないん。とか嫉妬による攻撃と自分の価値観を宇宙人に押し付けるというクズメスプレイをしまくるという感じ。民主主義で育った人族と、北朝鮮で育った人民とでは価値観が宇宙人とコンタクトするくらい違うので、メインヒロイン役の JK は、家に帰りたいから仕方なく第一夫人をしているという価値観だし、主人公と友好関係を結ぼうと民主主義の人族ならするであろう名前で親近感をアピールして、とかそんな感じの歩み寄りを見せているので、そもそも、JK は腰掛けしているだけだし、食客みたいな感じだからいちいち封建制度の礼儀だったり、仕事をする必要はないので、完全に主人公のやっかみなので、いわゆるとてもよくできたメス文学作品です。ここからこのメス文学は昼ドラ展開を見せてきて、DV 大好きなアンポンタンなイケメソが大好きな主人公とそのアンポンタンに惚れた JK がこのクズを取り合うという展開が始まり、どっちが先に妊娠するでしょうかゲームが始まり、主人公が先に妊娠したがなんやかんやあって流産して JK がこの妊娠レースに勝利する。この辺から JK もいい感じにヤンデレに性格変化しており、なんやかんやあって JK は主人公の父者によって流産させられて、それに激おこぷんぷん丸したクズが主人公の父者を処刑し、それに激おこぷんぷん丸した主人公がクズを殺すというヒルドラ漫画。ここでようやっと強くてニューゲームが始まるというシナリオ。この漫画のクソ優れている点はフルカラーである部分の他にこのように断罪されるまでに主人公がどれだけクソバカなのか最高馬の王子のクズさ、胸クソを表現する部分であり前半に読者を落とすのがお上手なので後半は上げるだけだというザマーの演出の下ごしらえのうまさにある。